どうもこんにちは、水曜日ブルーの矢川さんでございます。矢川さん、僕が行ってきたのはですね、こちら、はい、平塚市でございます。はい、はい、今回も番組サポーターの方からお便りいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。番組サポーター二宮町のポッポーさんからいただきました。今朝通学の時に隣に座っていたおじさんが読んでいた新聞記事が気になりました。そこには平塚で今ひな祭りとタイトルがあり、記事をこっそり見ようとした時新聞を畳まれてしまい中身が分かりませんでした。なぜこの時期にひな祭りなのか潜入お願いします。というと結構ちゃんと覗いてたってことですよね。僕もあるんですよ、電車が読んでる時にあれちょっと見られてるかなみたいな時あるんで。見られてる。逆にね、それは自意識過剰だと思うけど。はい、ということで今回のテーマはこちら。夜間ポイント。平塚で6月なのにひな祭り。確かにね、平塚といえばやっぱり七夕祭りすごい有名じゃないですか。けどこの季節外れの時期に何のお祭りなんだということで、早速 VTR どうぞ。どうも皆さんこんにちは。今日はこちら平塚にやってきました。初夏の平塚といえば七夕祭りが有名ですよね。駅の中ももう七夕祭り一色だったわけなんですけど、今回この平塚でひな祭りが行われているということで、6月ですよ。ひな祭りっていや何でもかんでもね、祭りに乗っかったらいいってもんじゃないですよ。ということで今矢川さんの右手に早速そのお店があるんですけれども、こちら、いやいや、ひな祭りってね、覗いてやりましょうよ。本当にやってるのかなっていうね。なんだろうな。どうもこんにちは。こんにちは、いらっしゃいませ。すごいな、びっくりした。あ、なるほど、フクロウの森ということで。はい、フクロウが。びっくりした、もういた。待って、なんかちっちゃくないですか。ひなです。ひなです。出ましたよ。そう、まさか、はい、フクロウのひなになぞらえてひな祭り。そういうことです。乗っかりましたね、はい、なるほど。持ってる持ってる。この子はクロワシミミズクです。クロワシミミズク、はい、世界最大級の、はい、おしゃいや、うん、お恐竜みたいですね。そう、鳴き方ね、声はね、もう恐竜っぽいですよね。生まれたての愛くるしいフクロウのひなのひな祭りです。このクロワシミミズクは2年に1回卵を 1,2 個しか産まない貴重なフクロウです。恐竜のような鳴き声がまたマニアにはたまりません。鳴き声ね、すごい。抱っこしてますか。こうしとけばいいですか。そうです、そうです。あ、足のね、爪のね、この足の何、どっしり感、重量感がすごい。足が翼を広げて今にも飛び立ちそうなポーズをされてるんですけども、生後3週間の赤ちゃんですよ。あ、毛先のこの今にも飛んでいっちゃいそうな、まだか弱いひな感があって、あったかい。うわ、すごい生きてるって感じ。こちらの皆さんはみんなひなの方ということで。はい、こちらこの4羽と、はい、この前の4羽、うん、これ生後1ヶ月ちょっとですね。こちらがインディアンスコップオールです。インディアンスコップオール、はい、目がね大きくて、はい、非常に人気のあるフクロウさんです。そうなんだ。皆さんなんかふわふわしてますね。綿毛です。綿毛っていうんだ、はい、はい、どうぞ。大丈夫ですか、なんかパタパタいかないですかね。ちょっと音がしてる。あー、ちょっと綿毛もふわ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 、おとなしい、かわいい、ふわふわされております。これでも僕フクロウって結構獰猛なイメージあったんですけど、はい、なんでこんなにおとなしいんですか、小さい頃から。卵から育てるからです、
こんな可愛い生き物いないですよ。いや、可愛いですね。こんな可愛いもんないですよね。まああれですよ、いろんな方々にこの可愛さをね、はい、知っていただきたいと。なるほど、いう思いで、はい、皆さんにフクロウの可愛さを知ってほしいとオープンさせたフクロウカフェ。店長の矢野さんは卵を孵化させて育てるフクロウのブリーダーでもあります。こちらのフクロウのほとんどは神奈川生まれ神奈川育ちの子たちです。店長、他にフクロウちゃんたちと触れ合い方ってあったりするんですか？あとは餌やりですね。これ何ですか？これうずらです。フクロウはうずらを食べるんですか？うずらが一番ね、コスト的に安いんでね。なるほど、すごい。鳥が鳥を食べるんだけど、これがね生き抜くということですか？そうそうそう、上手にあげたいと思います。あとちょっと待っててね。はい、圧迫。お腹空いてるんだ、みんな。わかるんですね。わかりますね。はい、すごい引いてるよ。圧迫だね。あ、ごめん、食べれる、食べれる。よしよしよし。すごい、でもすぐね、ガッていったね。いや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 、噛んでる噛んでる。店長、今食べられてますよ。大丈夫ですか？いやいやいや、何でも噛むね。抱きしめちゃうぞ。マイクが食べられてますね、今。大丈夫ですか？ラッキー。生まれた時から矢野さんと一緒だったフクロウたちは矢野さんと遊びたくてたまりません。もちろん矢野さんもそれに応え、愛情たっぷりにスキンシップを図ります。もうほんと親子ですよね。大好きなんだね。すごいフクロウさんに見えてきた。ねえ、あんよ。どうぞ。迫り来るメンフクロウに思わず声を出して1回目は失敗です。2回目はそこをぐっと耐えてフクロウが来るのを待ちました。そして見事僕の肩に着地成功です。フクロウをこんな間近で見る貴重な体験をさせてもらいました。ハリーポッターだね。そうですね、ハリーポッターだね。ちょっと憧れる。同じ顔してるけど今。似てる似てる。こうなりますよ。今日まさか、はい、ひな祭りの潜入にやってきて、まさかこんなにフクロウの虜になると思ってませんでした。可愛いでしょ。しかも本当に人懐っこくて、しかも気に入った子がいれば購入できるという、はい、そうです、販売しております。確かに本当にもうフクロウ好きじゃない方もフクロウ好きになるし、フクロウ好きの方もたまんないですよね。そうですね、はい、ということで皆さん、こちら平塚のフクロウの森、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。あっ、イチャついてたね、最後。ありがとうございました。もうキスの嵐だったよ、最後。頑張った。たまんないね。でも癒されますね、なんかね。鳥に触れたの初めてでしたね。あ、そう、本当に。すごい、でも矢野さん の、はい、フクロウさんを愛するあの感じ、なんかね、三上さんみたいなの狂気的な愛を感じました。いや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 、それはもう本望ですよ。嬉しいですよ、本当に。ありがとうございます。そう、抱きしめちゃう。抱きしめちゃう。いや、よかったね。ありがとうございます。また伝わるよね。食べられてるから、食べられてますよっていう、なんか大丈夫ですかって。でも本当にここのフクロウさんたちがあんだけおとなしくて人懐っこいのは、本当に矢野さんが卵から孵化させて初めに餌をあげたのが矢野さんだから、本当に懐いてるから。お父さんだと思ってるね。そうね、鳥って最初に見た、ね、方が親。そうですね。そうだからこそ、であそこは販売もやってて、
で卵を産ませるっていうのがすごい難しいらしくて、でもあそこは人間が初めから育てたフクロウたちだから、どこに行っても自信を持って出せるフクロウたちっていうのが、へえ、本当に我が子のような気持ちなんだよね。まさにそれが出てたもんね。フクロウってほら、クロウがフで、ないってフクロウって書いてあるんですよね。縁起がいい、縁起がいいっていう、縁起いいですね、確かに。いいですね。本当に種類によって顔も違って可愛かったですね。羨ましかった。乗せたの。いや本当に。で、あのひなたち、やっぱひな祭りということですから、ひなたちが可愛くて、ね、見られないもんね。みんなのもんなのと思って。首ぐるん回るもんね。ぐるーって回ってますからね。すごかった。真似できない。かわいそう。ひな祭り最高でした。はい。ということで今回のまとめはこちら。ふわふわもくもくひな祭り、フクロウに会えば福来たる。いやまさに友人っぽいね。なんかそうなんですよ。今日紹介したフクロウの森は平塚駅北口から歩いて3分、詳しくは電話番号0463746042、0463746042、詳しくはホームページを検索してみてください。はい、今回のね、フクロウに会えば福来たるというようなね、太田裕二に考えていただきました。はい、ありがとうございました。本当にそう。はい、俊介、お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。